ただきます。どうも、パンケーキこと岸亮太と申します。今回は、まあ朝動画なんですけど、朝から頭を使って行くぜってことで、このクイズメーカーっていうツイッターで今流行ってるのかどうかわかんないですけど、流行っている、このアプリじゃなくて、なんか URL から飛べるんですけど、まあこれをやって、脳を活性化させていこうと思うんですけど、今回はまあ僕スプラトゥーンプレイヤーということで、まあ仮にも、関東 D2 準優勝者ってことで、スプラトゥーンの知識はまあまああると思うので、スプラトゥーンのクイズについて答えていきたいと思います。これね、ログインすると自分の好きなクイズを作ることができて、で、フォロワーさんに答えてもらうみたいなこともできるんですけど、まあ、今回は答える側なので、ログインせずにそのままクイズを探すってところから、タグでよく使われてるタグってあるね。スプラトゥーン2のクイズ。これやっていこうと思います。そうだなぁ。多分ね、何個かちょっと答えたことがあるんですけど、これとかね、答えたことがあって、僕一回ツイッターでつぶやいたことがあるんですけど、これちょっと練習問題でやっていきますか。やっていきましょうか。スプラトゥーン2武器射程比較クイズどちらの方が長いってことで、武器射程どちらの方が長い、これ多分武器の射程を答えていくクイズですね。スプラトゥーン2ので、武器射程はどっちなのか、これね、確かね、前やった時は全問正解いけた気がするんだけど、今回はどうだろうなまぐれみたいなとこあるからな。これはね、ボールドとパブロ、なるほど、ボールドマーカー。二問目。武器射程どちらの方が長い？プロモデラー MG とシャープマーカー。これは、シャープマーカー。武器射程どちらの方が長い？96ガロンとケルビン525。96ガロン。で、クワッドホッパーブラック？これ、クワッドホッパー、クワッドホッパーか、普通。クワッドホッパーとバケットスロッシャー。これどっちだっけ？どっちだろう？これバケツじゃないか？普通にこっちの方が長そうだよね。スプラチャージャーと洗濯機じゃなくてオーバーフロッシャーですね。これはね、泡がね、めっちゃ遠くまで届くからオーバーフロッシャーなんですよ。で、バレルとエクスプロッシャー。僕最近エクスプロッシャーめっちゃ使ってるからね。これはエクスプロッシャーかな。で、次、竹と、ソイチューは、これさ、なんか、チャージキープとかできるし、チャージの長さ的にはソイチューバーの方が長そうだけど、確かね、竹ってね、射程がめっちゃ長かった気がするんだよね。だから、竹かな。あ、終わりだ。これで、まあ、これ練習問題ってことで、採点、行ってきましょう。丸だけで。まあ、こんな感じで、答えていくと。もうこれ結構、僕はもう前にやったことがあるから、まあ、全問正解できたんですけど、これ、結構初見だと難しいんじゃないですか？武器射程比較クイズ。これ結構難しくないですかね。では、次。なんか、一個出てますね。スプラトゥーン2ギアクイズが、あ、どうしよう。スプラトゥーン2ギアクイズブランド編。これ先にやっていきましょうか。難易度3だって。今日はこれをやっていきたいと思います。これ、ちょっとシリーズ化あるかもしれんな。これでも難易度3だからそんなに難しくはないのかな。待って。画像のギアの中でブランドが叩き検索なのどれか。あー、確かに。結構簡単だね。僕結構このギア好きだから、叩き原付のギア好きだから、このギアよく使ってるんですよ。これは2番ですね。頭、服にもあるが、靴にはないブランドはどれか。待ってくれ！それなんだっけ？バトロイカ、ホッコリー、フォーリマ、アイロニック。アイロニックは、スーパージャンプ時間短縮。だった気がする。多分、スーパージャンプ時間短縮で、フォーリマはスペシャル増加量アップ。じゃあスペシャル強化。で、ホッコリーなんだ？ホッコリーわかんない。バトルイカはね、安全靴だった気がするんだよな。
だから消去法でいくと、バトルイカフォーリもアイロニックは別にサブのギアでついててもおかしくないギアがついてるから、つくから、多分、いやでもそんなことないのか。全部どの服でも靴でも頭でも全部つくのか。いや、どれだ？バトルイカとかあんま見なさそうだけどな。待って。アイロニックはね、絶対あるの。フォーリマンある気がする。ホッコリーかバトルイカの気がする。バトルイカじゃないか。バトルイカの靴ってあるっけ？ないよね、多分ない。はい。このギアの名前に含まれているブランド何か。あ、待って、わかんねえ。あ、待って。これエンペリーじゃない？ジモンとクラーゲスとヤコにこんな服なかった気がする。多分ね。はい。結構むずい、これ。つきやすいギアが、スーパージャンプ時間短縮であるブランドは何か。これアイロニックですね。あ、感覚になっちゃった。OK。アイロニック。つきやすいギアがマーキング時間短縮であるブランドは何か。これはね、アナーキと手崎剣先。これね、スプラ2で、新しく出たブランド2つがマーキング時間短縮なんですよね。確かね。画像のギアがつきやすいブランドとつきにくいブランドはどれか。なるほど。つきやすいブランドはフォーリマなんだよ。で、多分ね、ヤコって、スペシャル強化が、スペシャル増加量アップが、つきやすいブランドなんですけど、ヤコっていうのは。だから、なんかね、同じ、スペシャル増加量がアップするやつは、なんか、その、スペシャルに関するやつはつきづらいみたいな感じでやってくることがあると思うので、ちょっと説明が下手くそだな。だから、スペシャル増加量ついてるから、裏を書いて、スペシャル強化はつきづらいぜ、みたいな感じかなって思うので、ヤコかな。わかんないけど。で、シグレニがね、違うな。どうだっけ？いや、わかんない。待って。シグレニかもしんない。いや、ヤコかな。いや、え、シグレニかな？なんかね、もうシグレニにしとこう。画像の4つのギアに共通するブランドは何か？これはね、エゾッコですね。エゾッコだよね、名前。エゾッコ。画像の4つのギアに共通するブランドは何か？待って。これはね、バトロイカかな？若葉イカティみたいな感じの、これ若葉イカティじゃないよね。でも、確か若葉イカティでブランドバトロイカだった気がするから、バトロイカだっけ？多分バトロイカだと思うんですけど、違ったらごめん。画像の中でブランドがエンペリーなのはどれか。エンペリーは結構わかりやすい。わかりやすいけど、ここ二つは違うね。ここ二つは違う。で、3か4だね。3か4。これ、待って、タグとかにさ、ついてるじゃん。タグとかについてる。タグにさ、ブランドのマークついてんだよ、これ。見えますかね？これがね、ホッコリーのマークですね。待って、これエゾッコだよな。ホッコリーじゃないよな。エゾッコだよね。よし。ゾンビギアは大体なんか、エゾッコなイメージがあるから。これホッコリー、でなんかでしょ？だから多分これが、3番だね。OK。次の番号とブランドの組み合わせが正しいのは次のうちどれか。ん？どういうこと？ああ、そういうことか。で？なるほど。ちょっとわかんない、これわかんないぞ。これはね、多分ね、3番ロッケンベルグだから、この1か2だと思うんだよね。じゃあ1か2だね。2か3だと思うんですけど、
1番どっちもクラゲさんか。で、どっちが、熊さん紹介かっていう感じですね。で、多分熊さん紹介って、こういうなんかやっぱり、普通のギアではない、なんか、なんだろう、なんか田植えとかさ、田植えで使いそうなって言ったらおかしいけど、なんか、結構その、普段ありそう、おしゃれじゃないギアを結構取り扱ってることが多いと思うんですよね。普通のなんかタオルとかさ、手ぬぐいみたいなのがあったじゃないですか、この前。まあそういう感じのギアが多いと思うんで、これ多分2番が、2番は熊さん紹介だから、これは多分2番ですね。ちょ、マジで鼻声だな、僕。オッケー、採点いこう。え、違っ、え、待って、1番×は、1番×も納得いかんねんけど、待ってくれ。1番×は納得いかんぞ。え、待って、間違ってんの？めっちゃ間違ってませんか？え、待って、ねえ、めっちゃ間違ってるんだけど。待って、これ1番×。え？あ、複数回答できるの？あ、ごめん、もう2番めっちゃ、2番ついてさ、力説しすぎて、3番見てなかったわ。すまねえ、これなんだ。このギアの名前に含まれているブランドは何か、クラーゲスでした。もうめっちゃドヤ顔で解説してんのに間違ってんの、めっちゃさ、ヤコフォーリーまで合ってたー。いやー、やっぱね、この僕テストとかでもね、あのね、最初に回答してから、なんかね、答えを変えてね、失敗することが多いんですよ。マジか。これよくあるよね。はい、これは、当たりメールだ。ああ、そういうことかー。若葉ティーだと思って考えてた。まあ確かにね、これタコティーだよなって思ってたんですよね。言い訳だけど。うん、他は合ってるか。というわけで、まあ今回はちょっと散々でしたけど、スプラトゥーン2クイズやってみたでした。皆さんもぜひ Twitter からね、ログインできる、ログインしたり、ログインしなくても URL 飛んでクイズを探すってやると、こういうクイズを答えることができるので、皆さんもぜひやってみてください。第2弾、また出るかもしれない。ちょ、鼻詰まっててマジでごめん。というわけで、ありがとうございました。ごちそうさまでした。またね。バイバーイ。